ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキの上に火を使うバーベキューの道具を置いても大丈夫ですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。最近お客様の方からご相談がありまして、ウッドデッキの上でバーベキューをされたいそうなんですけれども、火を使う道具をウッドデッキの上に置いても大丈夫なんでしょうか？市販のよくバーベキューセットってありますよね。キャンピング用品なんかを売ってるところに売ってますけども、要するに立ち上がって、お肉を焼いたりするようなバーベキューセットは、床材との間に随分空間がありますから、それはもう全然、炭を入れたものを上に置いても全然問題ないです。でただですね、このウッドデッキの床の上にですね、その釜の部分が直接触れるようなものですと、このウッドデッキの材料が炭化して、しまいますので、それはダメです。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。